夕霧さんは地の勘に会ったことありますか？ありますよ。そしてとっ捕まえます。わっちはもう漏れなくとっ捕まえます。でもね、とっ捕まえるとね大変なんですよ。あれ、とっ捕まえた後に何が待ってるかっていうと、とっ捕まえました。で、そしたらまずそのとっ捕まえた方の手をね、なんか粘着シートみたいなやつでこうベンってつけるんですって。で、そのお手手で触っていているわけですから、まあ人によってはね、この感を押し付けるというタイプもありますけど、まあ基本は手でお触りになられてることが多いんで、すぐにこのその手のやつを取って、で、じゃあ殺処行きますかつって、パトピーにワッチも乗っけてもらって、パトピーに乗って到着したら、まあまずはお話ですよね。大変でしたねって言って、どうなってましたっていう話をして、これこれこうでしてんって言って、で、そしたらその後、まあなんか写真を撮ります。こう、じゃあ、実際にあなたが被害に遭われた時のポーズしてくださいって言って、で、その後ろに人が立って、ここでこういう感じで触ってましたかって、触れはしないですよ。でもその振りみたいなのをして、こういう感じですかっていう写真とかをこうベシンベシンベシンって撮って、ああそうですつって、で、その後もなんかいろいろ書いたりとかした気がするな。いろいろ書い、もう今電車に乗らない暮らしをしているんでね。いやー、よかった。そこはね、本当に良かったですね。地の勘に愛用がない、まあ夜道を歩いたらちょっとあれかもしれないけど、夜道とか朝とかね、まあ時間関係なく出てくるときは出てくるからあれだけど、もうね、嫌なんです、そういうのが。だから基本真っ昼間の人がいっぱいいるところにしか、わっちは行かないってしてるので、全然最近ないから思い出しながらなんですけど、っていう風にして、本当にね、何時間ぐらいかかるかな、 2、3時間とかかかんじゃないかな、パトピー乗ってから。で、その後、服、その時着てた服で、例えばじゃあカーディガンとかだったりとかしたら、預けられるもんなら預けますね、確かね。で、いや、これここからその疑わしき人のやつが出て、なんかそういうものが出てくるかちょっと調べるからねって預けて、うっすーっつって、お疲れしたーって言って出て、またね、そのあ、これありがとうございましたって返品のために行かなきゃいけないのよ、走行に。で、その大体はことが起きたところの管轄の署に行くから、これだからね、家の遠くだって捕まえるとすげえめんどくさいの。あー、またあそこ行かなきゃいけない。で、そのなんかお金とか出ないからね、これは、この交通費はってなったら、いや、これは君の問題を解決するために、だから、まあそれは君持ちだよねってなって、うん、そうですかって言って、行ったり来たりするっていうので、本当に大変です。